ご利益を体内に流し込んだ。プレミア12連覇を目指す侍ジャパンの選手一同が休養日の11日に、縁起のある場所で世界一への結束を固めた。発起人は最年長31歳の西武源だ。開幕戦、対オーストラリアを前日に控えた12日、バンテリンドームでの練習後に真相を尋ねると宮崎にいる段階で日本シリーズ組が集まったらみんなでやろうって言ってたのでと明かした。 選手層での28人で、アルコールも入り、必然と長くなるレシート。気になる金額。まあそれは、笑い、と煙に巻いた。場所は名古屋市内の焼肉店。昨年は WBC のメンバーがここで飲食を共にした。ダルビッシュ U、村上らが交流を深めた。今年、日本一に輝いた DNA も5月にキャプテン巻きが自ら予約し、 一軍メンバー全員での決起集会を開催。源田も、原担ぎで、トップへ駆け上がるための息吹を吸い込んだ。乾杯の挨拶は巻き源田と同テーブルに座った村林は、席順はバラバラ。もうみんな適当に、源田さんが一人で支払ってくださいましたと感謝した。栗原によると、聖宮が千枚刺し七人前、ユッケ四人前を一人で食べてましたと、爆食い。 に目を丸くしていた。しめは辰巳頑張りましょう、の後に、YouTube 配信したばかりなので見てください、と真顔で、つまリーナの、セリチャンネル、を宣伝し、笑いを巻き起こした。源田は、ムードメーカー、になっているんじゃないですかと苦笑い。侍は見事に、一つにまとまった、栗田直樹。